県千葉産業振興センターにやってきました。今日はこちらでゼロカーボンについて学べるイベントが開催されます。さあ、間もなく開催ということですが、たくさんの方が来られています。このイベントは10月10日の石川ゼロカーボンの日に、脱炭素社会への理解を深め行動を促す目的で開催されました。ゼロカーボンとは、地球温暖化の要因となる二酸化炭素などを減らし全体としてゼロにする取り組みで、リサイクルやリユースもゼロカーボンに貢献します。海と日本プロジェクトもイベントに参加しました。プラスチックごみから海を守るために、ある生活雑貨を作るワークショップです。こちらのブースではどういったことが体験できるんですか？はい、大麦っていう作物を乾燥したもので、大麦ストローというものを作ることを体験していただいております。その大麦っていうのがこちらですね？はい、そうです。こちらは大麦と言いまして、この茎がストローになります。このオウムの一番の特徴は、使った後土に還るということなんです。なるほど、はい、自然に地球に優しいストローなんですね。そうなんです。 100% 自然素材の麦わらをハサミでカットすれば、大麦のストローが出来上がります。プラストローを作る際に排出される二酸化炭素ももちろん出ません。大麦ストローを作ってみてどうでした？楽しかった。このストローで何飲みたいですか？ジュース。これはプラスチックの特徴を解説した能登里海教育研究所のパネルです。こちらは海藻アマモのパネル。海中の二酸化炭素を吸収し、酸素を生み出すアマモも海のゼロカーボンに貢献しているのです。こちらの海プロブースではサザエ摘み体験ができるんです。こういった自然素材のものでも楽しく遊べますよ。珠洲市の道の駅鈴なりから借りてきたサザエ摘み。サザエの殻を積み上げるシンプルなゲームですが、子どもたちには大人気。天然素材でも楽しく遊べるんです。おしたー、いいね。この女の子はなんと10個目に挑戦です。あー怖い、あー怖い。私たちが快適な暮らしを求めて排出した大量の二酸化炭素が地球温暖化を招いてしまいました。ゼロカーボン実現のために、暮らしの中の小さな行動から変えていきたいですね。この番組は日本財団が推進する海と日本プロジェクトの取り組みの一環です。海と日本。